け取ったでね、ハゲドラインやってきました。多分、動画的にはすっげえボーンと飛んでると思います。イコノ三条のところから急にここに飛んでるのかな。イコノ三条で多分次回続くってなっておって、で、行き出し、道中ね、イコマで乗り換え、宝山寺でも乗り換えがあったわけですけど、それか、選挙応援のね、いっぱい走ってますからね、統一地方選中にね、やるもんじゃないね、この企画。うん。で、まあいいや、何かというと、乗り換えがね、まあ、道中もすごい人が多くて、ちょうど一よりもね、帰りの方のが多くて、もうケーブルカーも立ち客がね、出るよって感じ、途中もね、宝山寺からはもう、立ちで乗ってましたけど、っていうぐらい飛んでおったわけでございます。で、しかもね、その子からね、改札を食うって、乗り換えがね、3分で、乗り換えってなってたんですよ。で、それね、かなりね、ギリギリだと思うんでね、普通のね、駅構内の3分だったら、そんなにね、急ぐ必要もないところですけど、ケーブルカーのところからだとね、もうそれなりに離れてますからね。ということで、わたわたと、やってきたわけでございます。で、なんとか乗り換え、間に合ったんで、結構スムーズに来ると、今はまだ、3時半になってないよね、3時20分。結構、だからすんなりと、来れました。ということで、ここは G21 ですから、21だから、あれですね、近鉄四日市駅との、対比になるわけですけど、まあ、近鉄四日市駅はちなみに、3面6線から、基本情報出してなかったね、さっきのところで。っていう感じになってますけど、ちなみにご案内はこんな感じなんや。出山グラ。あ、近いね。竹の内、住宅に、浄化センター。出山グラウンド。近くいいな。結構ないけど、何の音？あ、パテマクしてんのかな。ということでね、まあ、近鉄局駅と比べると、まあ、多分、あれですね、南ヶ丘みたいな感じで、多分、周り一帯が、住宅地になっていてっていう感じみたいですね。まあ、一回ちょっと置いてもいいですけどね。よしよし。あ、1万2000のね、男性の電車がね、使う、ザ・ローカル駅ってところですよね。まあ、ですから、全然駅の規模としては当然、全然規模は、四日市の方がでかいんでしょうけど、奥なんかあんのかな？エレベーターがあるよ。あ、こんなとこに待ち合わせてあるね。何があったの？ほんで、半尿禁止で。何があったんだ？過去に。すごいとこに、またすごいとこに入ったみたいなね。で、一応、なんかしていこうか。よいしょ。なんか面白い構造ですね。この上になってて、スロープたりみたいになってんの？どうなってんだ？ちょっとよくわからん。頂上駅なのかな？よいしょ。どうか。言うてさっき、まあまあ、カメラ回してないところで、わたわたわたたーって。結構ギリギリ3分ぐらいで、ね、きついね。まあまあ20分後に来るんで、そんなにまたそういうこともないんですけど、まだちょっとね、行かないといけないところ多いですからね、こんな感じなんや。結構シンプルな作りですね。で、あ、自動改札ですね。近鉄四日市駅と比べるとですね、まあまあまあ恐るずにただずですね、まあ、近鉄四日市駅、近鉄駅の中でも、その、鶴橋とかそんなんと、比べなければね、全然、いいとこですからね。で、500、あそこにコインパーキングがありますね。なんか面白い構造ですね。で、ここが、車の前、ロータリーみたいになっているんだ。へぇー。だから、駐車場で車でここで乗り合わせして、送迎とかには使える感じですね。なるほどな。面白い構造ですね。どっちかというと、この奥に住宅地があるから、そっちの方をメインで作ってる感じなんでしょうね。駅係員募集してるらしいですね。神戸市営地下鉄の、神戸市営地下鉄の駅係員なんだ。
阪神とかですらなく。へえ。まあまあ、ここ奈良ですから、まあまあ働いてますけどね。まあ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 。まあそういう需要もあるんでしょう。で、21、まあここですね。この先のところは、全然番号飛ぶんですよ。ですからね、実は行く必要はないです。そういう意味で言うと、この辺りの真ん中のところとかで、ね、わたわたする必要もない。この辺りも、遠間地がここか。こことかには行かないといけないんだな。で、11の、これなんていうの？絵柄の章か。この辺りがね、なかなか大変そうなんだよ。だからその先のところ、だから吉野とかは別に行かなくてもいいわけだ、今回は。比較的にはですから、その奥方なんかも91ですからね、全然行く必要はないんですけどね。まあ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 、余裕あったら土曜日にちょっとちらっとチュロスだけ食べに行くっていうのも手ですけどね、うん、エクストリームチュロス、うん、よし、まあまあそのあたり、まずはこのね、その11、21とか作ってないときまあ11がメインですけどね。で、次行くなら、まあ一応勝負券も回っとくか、って感じなんですけど、もしくは、どこ、新放送とか、伊勢だ。全然わかんねえんだよな、ピンとこねえし、優等列車何が止まるのかもわかんないんでね。まあ一応ちょっと駅前をプラリとしてみよう。まあまあこんな感じで。ちょっと危なかったね。JR 四日市駅だったら危なかったけど。こんな感じになってんだ。もう、駅前からもう、ババンとマンション建っていてって感じなんですね。あ、もう、そのまんま。ドドンと。あ、一応遊歩道みたいになってんだ。どれぐらいあるんだろう。まあまあありそうだね。へえ。あ、もう団地を突っ切ってね。あ、もうすごいな。ザ・ニュータウンって感じの。こっち側はもうザ・ニュータウンって感じですね。団地が。集合住宅がね、ドカドカドカっと立ってるっていう感じですね。あ、ちなみに三駒市ですね。あ、こっちの方のがロータリーも広くてね、郵便局もあるし、ああ、こんな感じ、業務スーパーの方とかに行くやつがあったりするんですね。へえ。下水木課金、へえ、そういう分け方なんだ。へえ。で、土日は走ってないですね。じゃあ、あれですね。こんな感じか。まあ、特に商業施設とかはあるわけでもないんで、中行ってももうザ・団地オンリーって感じ。まあ一応カフェはあるんだ。こんな感じでね。夫婦。風で夫婦なんや。32分。まあ、5分後に2コマ行くが来るから、それにもう乗っちまうっていう手もありますけどね。まあ、とりあえずこんな感じで。うん、大丈夫ですね。うん、全然近接4回転。これは勝ちましたね。うん。まあ、アウェイのところでね、スタコというのもあれですと。まあまあまあ、特急停止、向こう特急停車駅ですし。あ、その子か。さてあるんだ。よくはもう団地ですね。へえ。もしかしてこういう感じなんですね。萩野台駅。なるほどな。今回の企画はね、中心に、端っこの駅だと基本中心駅になってたりとか何かしらあるんですけどね。本当に、土途中駅がメインになりますからね。あ、こんなポストコロナか思ってんだ。へぇー。さっき乗ってきたやつですね。へぇー。よし。あ、二つあるんだ。
おな、こんなところもあったんや。こんな、こっそりあるんや。まあ、結構まとめんか。で、なんだ、勝負っけ。全然知らねえや。まあ、向こうは、奈良本線としても、奈良線ね、ところですから。でも、確定しか止まらんのやろな。こういう感じになってるっていうのは、それだから、ロータリーでそのまま先があるのかなと、そこでぶっちぎりになってるのは、そういうことだったんですね。面白い行動ですね。結局、多分なんか、普通か。48分に来るのか。48分。まあ、全然1割ではないか。7分乗り換え時間、大丈夫かな。うん。今度は同じ構内ですからね。ケーブルカーだと大変だ。